オーバードーズ、アルミバッテリープレートセットタイプ2、4、ガルムバージョン2を発表。誰でも簡単にトラクションアップ。大人気のアルミバッテリープレートがタイプ2へ進化。 OD2877 ハイマウントキットまたは OD2874 リアマウントキットを使用時にバッテリーポジションをリア寄りに変更するためのプレートセットです。リアブレースマウントを排して、もともとモーターが搭載されていた位置までバッテリーをリア側に移動できます。従来 TC サスマウントの 48.2mm と 52.7mm を使用した際にサスマウントとの干渉で最大まで後ろに下げられませんでしたが、 48.2mm の TC サスマウント使用時で 6mm、 52.7mm の TC サスマウント使用時で 1mm、 従来品よりも後ろに下げられるようになっています。さらに調整幅は5mm ピッチで7箇所に変更されており、より細かく自分好みに前後重量配分を変更することが可能です。1セルサイズ薄型バッテリー専用です。スパーギアの枚数とシャーシのセットアップ内容により使用できない場合があります。カラーはブラック、レッド、パープルの3色がラインナップ。各色価格は定価6820円税込みとなっています。2023年10月下旬頃発売予定となっています。それではまた次回お会いしましょう。